日は5回の、まあ、打席湯浅が代打で送られました。そんな中で迎えたこの3戦目です。野村健次郎さん、ケニー非常にこうチームとしては痛いですけども、中途半端にベンチにいると我々も使ってしまう、ここは10日間という時間をでしょう。先頭バッター塩見倒れ、この打線の中心にいる4番の村上の前で雨もやってくるでしょうか。ない中でどう勝ちゲームにつなげていくか、このあたりも一つ大きな注目点という。ここは最後は粘って山崎がフォアボールを選んでいます。どうしてね、合ってしまったかなという感じだと思いますね。ちょっとジャイアンツサイドとしては、あ、このいい打球は長打コースになりそうだ。俊足山崎は二塁を蹴って三塁を回す回す回す、バックホーム帰ってきてクロスプレーになるか、あっという間に座り込んで先制タイムリー。3番山田の見事なライト線、先制タイムリーになりました。まさに荒木さんがおっしゃっていました、ちょっとジャイアンツサイドにとっては嫌なというそのフォアボールのランナーでしたが、はい、まだあの立ち上がりではあるので、この先いろんなことが起きていく影響はあるわけですね、はい、やはりインサイド構えたか、打球は捉えて1、2塁間抜けていきました。2塁ランナーは3塁です。ストップ、今変化球で荒木さん行きましたね。そうですね、スライダーですね。このスワローズ打線に対してのホームランというイメージがどうか。センターに弾返していく、三塁ランナーはその打球の受けを見ながらゆっくりと入ってきました。さらに追加点、初回2シューメーカーにスワローズ打線が襲いかかります。青木のセンターへのタイムリーでさらに1点を追加、2対0。ヒットになりましたけども、まあ、ランナーを置いた状況でこの青木のタイムリーですよね。そうですよね、もうスワローズのもう初回から流れになってますよね。ここは一方ジャイアンツサイドとしては一つ間を取ってコーチがベンチに行きました。一つシュート痛烈な、これもセンター返した。三塁ランナー帰ってきて、これで3点目。野村さん、こう打線としてもこれセンター方向へという打球が多いですね。そうですね、やっぱりまあ、センター方向に打ってるっていうのはまあ、意識はあると思うんですけども、ボールをまず低く低く集められるかどうか。これも長打コースになる、二塁ランナー三塁を回って帰ってくる、一塁ランナーも三塁を回った回った回った、ボールは今ようやく内野に帰ってきたところ、あっという間の5点。これが首位スワローズ打線の強さ、見事シューメーカーの立ち上がりを捉えました。荒木さん、やはりちょっとこうシューメーカー、まあ、そのコントロールは一つ持ち味ではあるんですけども、はい、今日に関してどう